皆さんまとめにかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原英一です。今日は、実は先日写真の、お勉強している方からこういう質問を受けまして、夜景を撮るにしても何にしても三脚を使わなくても感度を上げれば撮れるから三脚って必要あるの？という質問を受けました。そこで今から三脚のない撮影と三脚を使った撮影の差を比べてみたいと思います。私の普段の設定とは違うんですが、感度オートにして上限設定25,600にしてみました。こうなるとどれぐらいのシャッタースピードになるんでしょうか。はい、今感度1100とか1250で F8 の15分の1秒ですね。絞りを開けていって15分の1秒ぐらいで感度オートで制御されるということで、焦点距離16ミリぐらいだから15分の1秒という制御みたいですね。ちょっとでも雨降ってきましたね。今手持ちで15分の1秒で撮ってみました。結構普通に撮れますね。これはこれで楽しいんじゃないかなと思います。手持ちで簡単に夜景が撮れる、感度1600とか2200、最近のカメラではこのぐらいの感度は上昇でも全く問題なく撮れるといった感じですね。次に感度オートを外して、オートを外すと今 F4.5 で2分の1秒といった感じになりました。これで撮ってみようと思います。もちろん三脚を使わないとブレてしまいますから三脚を使って撮っていきます。今三脚に取り付けて4分の1秒で撮影しました。具体的にはちゃんと写真でご覧いただければと思うんですが、人の動き方とかも違ってくるんじゃないかなと思います。でさらに三脚を使うとできることといえば、思い切ってスローシャッターにすることですよね。F16 で4秒、これで撮ってみます。F16 で4秒で撮ってみました。左側のライトからはなんとなく光棒が見えてますし、ヘッドライトの光跡、あとは人が消えたという感じで、やはり視覚と違う世界を表現するには三脚を使ってスローシャッターというのが面白いと思います。こういったわけで三脚を使うと視覚を超えた表現ができるというのが面白いところですね。三脚を使った撮影の良さというのはたくさんいろんなことがあるんですが、今回はスローシャッター表現ということでこの三脚の活用術を紹介してみました。ぜひまたこの三脚の活用術についてご紹介をしていきたいと思います。